はい、どうも、りょうたです。あ、どうも、岩瀬です。今日の企画は、昨日僕イベントで、はい、ツアーで帯広、伊達、八雲、約1000キロぐらいの長々しいツアーしたんですけど、DJ のそこのね、僕のカメラマンとセーフティードライバーの専属のね、タクちゃんが1000キロ以上頑張ったからご褒美に函館で朝一のウニ丼食いたいって言うから、こんなちっちゃいやつ、はい、4000何本もするやつ、僕がタベログで調べてどうしても食いたいって言うからちょっと食わしてやって、僕思ったんですけど、あいつ誕生日なんですよね、もう間もなく。ウニを、素晴らしいウニをね、プレゼントしてやろうと思って、多分あいつ味覚わかんないから、はい、プリンに醤油つけて目隠しして食わしたら多分うまいっすって言うんじゃないかなと思って、そうなんです、ね、その検証をちょっとフィアレスとしてみようと思って、はい、僕聞いた話だと、うん、まず目隠ししたら、うん、美味しいって言い聞かせたら、うん、美味しく感じる、あー、あるね、っていうのが人間のあれで、うんうんうん、もう一つ、うん、かき氷のシロップって、うんうん、色変わってるだけで、うん、全部同じ味らしい、うん、ってことは、うん、この普通の、うん、いわゆるプッチンプリンと、うんうんうん、クリームオンプリン、うん、分かんないんじゃないかな、分かんねえよあいつは絶対しかもスプーンもこれでシンガポール行って、その間にマレーシア空港寄って買ったスプーンだし、さらにもっと分かんないと、もう外国のもんだからあいつは分からん。じゃあ行ってみますか。行ってみます。来ました。じゃあ早速ウニを作りたいと思います。普通のプッチンプリンから開けて作っていきましょうか。そうだろうね、普通に、うん、スプーンでやっていいよ、絡めないと分かんねえんだよ分かんないって。醤油って言えば分からない。そう、醤油って言えば分かんないもん。このちょうどウニぐらいの大きさで作って、あ、ウニだね、ウニ、バフンウニだね完全に。このくらいにしておきますか、ね、いいね。まずこっちもいきますか、とろーり、うん、うまいもんね普通にうまいもん。まあ、そうですね、うん、すごいウニ、これはウニだな分かんねえべで、まあ、いや、一回ちょっと食ってみよう。あー、どんなもん、いや食ったことないですよね、うん、いや、ないんだよね、あるかよ、分かんない、ちょっと入れてみて。本当にウニなのか、まあどう、でも、うん、わさびつけた、目隠ししたら、下手したらいく、下手したらどれ、食感とかも、うん、あの高いウニみたいな、うわぁ、ウニかも、溶けてくるみたいな、うんうんうん、これは騙されるだよ、騙されますね、うん、疲れてるし運転疲れてるし、多分わかんねえぞじゃあ、いきますか、いきますか、後ほどタクちゃん登場。疲れたね、だいぶ疲れた、1000キロ以上もね、2日間で大豆だ、でも疲れたもん、あの美味しいウニ食ってさ、頑張ったからあったって言ってたしさ、本当は誕生日だからもっといいウニを用意しちゃったんだ。おー、マジですか。うん、マジで。いや、今冷やしてんだけどさなんか舌で感じてほしいんだよね、その目じゃなくて。だからうまいもんだって分かってたらさ、結局はもううまいって分かっちゃうから、だからこのさ中二病でも旅がしたい、一緒に旅したからさちょっと目隠しして食べてもらいたいから、ちょっとして。お取り寄せですか、うん、お取り寄せだよ、もう結構前からね、だいぶ前から、多分相当うまいよ、これ。目隠しして食べるってやばいですね。え、わさび醤油で食べてみる、まず普通の、普通にシンプルに普通の醤油で来た、まずね、行くよ、はい、行くよ、はい、やっぱ甘くないですか、ね、いや分かんないんだ、目隠ししてるから。でも食感ってこと、いや甘い、甘いっしょ、甘い、やっぱり違うんだ、このウニ高いから。なんかレビューにも書いてました、ね、うん、返した、甘さが、甘さが違う、うん、そう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 、これ甘いウニそんなないっ、ないっしょ、食ったことない、そうそうそう、次どうぞ。口どけやばくない、だってちょっとわさび軽くさ、はい、わさび醤油でチラッとさね、こっちも、あ、今甘いって言ったから、多分わさびに入れたら多分ちょっと、わさびに入れたら多分ちょっと、あ、どう、おいしい辛い、ちょっとわさびの分量ですね、あ、うまい、うまいですね、うん、だから違うウニも一緒にあるからさ、
二種類ある。二種類なんだよね。はあ、もう一個あったからさ。どこさんでしたっけ、これ。鹿児島でしたっけ。うん、なんか、そっちと、一個はなんか北海道のどっか。ちょっと、いよ。はい、はい。どう？美味しい？どっちの方がうまかった？一個目の方がうまいですね。一個目の方がうまい？一個目の方がうまいですね。したら一個目のもう一回最後に食ってさ、見る？本当はどっちがうまかったか。いや、本当比べたいんだよ。最後さ、目開けてどっちの方がうまかったかってさ、検証したいからさ、やっぱりさ。そうじゃん。じゃあ一個目のもう一回いく？はいはいはい。多分これ本当に一個目のはうまい。二個目のは安いんだよね。どんで食いたいですね。でしょ。1個目のはどんでいきたいでしょ。いくよ。あん、あん、やばい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 、水水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 いや、どうこのウニたち。このウニたち。いや、水を持ち寄ってスピリタスにした。そんな感じでね、いい誕生日だということで、大成功。とりあえず、誕生日おめでとう。おめでとうだね。して、まあ、今度またね、盛大にね、派手にみんなでパーティーしようと思うし、だから、こんな感じで、チャンネル登録、いいね、高評価。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。イエーイ